かっこいいぜ、イレイザー。先生、守った先に何がある。必死に先送りしても待ってるのは破滅だけ。謹慎ボーイズを連れ戻すと言ったっきり。やっぱ私たちも追いかけていくべきじゃ。現在超大型のヴィランが和歌山県軍賀山から。今回の作戦でほとんど出ばっとんねやろ。ヒーローたちは遠すぎる。かなり出てるだろうね、被害。常闇無事だといいけど。短時間とはいえ、あれだけ周到に準備をして敵とすら認識されてなかっただけ。君たちの決断と行動は間違いなく正しかった。麻酔効くお時間もう過ぎてるのか。オイラたちの決断と行動は、ヒーローたちの決断と行動は、初めから済んでたんじゃねえのか。そうか、来とるか。病院への吸収確かに完封じゃったよ。ギガントマキアは主のために死ぬ厄災。マキアが動いた以上破滅は免れん。ヒーロー法は社会を愛させる。琉球たちを助けてて遅れた。気休め程度にはなるだろう。捕獲部で止血を。めっちゃ絡まる。これどうなってんの。デカ、さてと死ね。個性が使えず肉体の限界を超えて動いたための負荷。今の俺の体に限界なんて。死柄木はオールフォーワンの個性を移植されたって。大きすぎる力に器が、体が間に合ってないんだ。ワンフォーオールセブンステイ。おそらくまたさっきの大崩壊が起きる。僕のできる全てをかけて伸びろクロムテイク。ショート、怪我人の処置を。お前が一番そいつに近づいちゃいけねえんだぞ。じゃあ他に誰が死柄木を空に留めておける。天国にでも送ってやるぜ。一生みんなを傷つけるな。新しい力についてアドバイスをお願いしたいんだ。これはカッちゃんを黒鞭で訓練で負け続けた結果だよ。爆豪君、あた相変わらずひどいね。私はどうしよっか。ワイヤーは教わってる側ですが。うららか少女には空中制動時の身のこなしをご教授願いたい。空中でもより高度な動きをしていかなければならないのさ。みんなと先生の技は書いてて覚えてるんだ。感覚部分で共有できそうなことを教えてもらえれば。エアフォースで推進力。その状態で黒縁のコーチもしてもらおう。浮遊は体を宙に留める個性。あとは飛びたいと意識し解除するだけ。そろそろごまかし効かねえと思うんだが。超パワーだけだった時とはわけが違え。前のような暴発を起こさぬ習得はしてもらう。大いなる力を他者へ継承させられるという事実が。力を求めるのは悪い人だけじゃない。5、6、7は死因まできっちり書いてあるのに、あんたはなんか言いよどんだだろう。分かってないんだ。分かってないことを断言はできない。案じているからこそだ。根っこの部分で自分を感情に入れてね。それが不気味で遠ざけたくて理解できねえてめえの弱さを棚上げして。緑谷少年はそんな風に思ってもいないだろうがね。私はこうなるまで顧みることもできなかった。うまーった 100% の力にも対応し耐えてくれ。左腕はさっきの 100% にやってぶっ壊れた。もうオールの全てを出し切れ。どうなろうとも。あとどうだろう。すれ違い様に散髪。バイオミニゲー言ってやるぞ。防御に徹してなきゃ持ってかれるな。ヒーローともに限界を引きずり出されてなきゃ俺の夢を阻む。このガキを仕留められる個性。足やエアホースで反動を殺しつつ複数個性をコントロール。衝撃で倒しきれなかった以上、そんな状態のやつが再生持ちに粘れるわけがねえ。トドロキ、処置は済んでな。トドロキはギリギリまでエンデバーを冷やし続けろ。俺の最高火力をもって一撃で仕留めろということか。俺はとっくにデクをヒーローと認めたじゃねえか。ロムチが伸びきったところを狙う。目が出たら二人はすぐに離れろ。巻き込まれるぞ。分かってないことを断言はできない。たとえワン・フォー・オールが呪われた力だったとしても、いつまでも
雑魚で出来損ないのデクじゃないぞ。頑張れって感じのデクだ。今だ。グルスウルトラ。体を貸してごらん、トムラ。メイティマ！体が勝手に動いてた。一人で勝とうとしてんじゃねえ。ガチャ！無駄な血が多く流れた。いいか、怒りのままに力を振れば力は応える。今のが最も無駄だ。ミノリアもらうよ、ワン・フォー。ここはワン・フォー・オールの中。僕が力を貸さなきゃと貸して死んでたし。これは俺の意志だ、俺の夢だ。だから私たちが何とかする。ただいま、サビランはサイロシを速度を緩めることなく北上中です。我々ヒーローは大型ヴィランの進路先へ、住民の避難、救助、およびヴィランの進行阻止に移る。君たちは受けるから伝令を頼む。エンデバーたちにこの状況を伝えてくれ。ダメだ、君は受けないから死柄木の崩壊に。規律を乱した罰ならいくらでも受けます。クラスメートが3人まだ帰ってきてないんです。事態が良くならない、悪化していく。まるで日が沈むにつれて影が伸びていくような。死して再び会うと。身の祖母にして無能で哀れ。ナナがそこにいる。臓器移植を受けた人間の脳が変化したという話。奪った個性の持ち主が罵倒してくる夢だが、その個性を手放す持ち主は二度と夢に出てこないんだ。しかしドクターと出会って原因が分かったんだ。個性因子には意識、まさしくその思考が宿ることがあるらしい。これ以上志村の思いを踏みにじるな。この人おばあちゃんなんだって、ヒーローなんだって。僕が個性に宿る意識に干渉できるよう、与える個性に力を薄くする個性が混ざった結果というわけで、挨拶は大丈夫かい。あんたもしっかり憎んでる。侵食される。他の意志でしか動かせないワン・フォー・オールの原則を。上等だよ、それでこそ恐怖の象徴。弟は僕に似ていいだから、お前が僕のものにならないのが悪い。先生が唯一思い通りにならなかった。所詮僕に負けた死者数人だ。強がるな。トムラを通して見ていたよ。あげく死と同じく怒りに身を任す。出来損ないにわた間違いだって。他人を利用するだけの兄さんには分かるまい。人のために怒り、人のためにどこまでもどこまでも頑張れる。常軌を逸するほどの得る思いに取り憑かれた少年。体と個性が定着しきっておらず、奪うための力を出し切れなかった。今は引いて英気を養うんだ。各県警消防に協力の要請を通達。瓦礫の身柄確保、事実の模様です。サイロ市を通過した大型ヴィラン、生都市に入りました。推定目的地蛇腔病院跡地まで予想到達時間10分を切りました。偽りのヒーロー社会を崩壊させる準備だ。さっき探してたでしょ、幽霊生徒の好きな子たち。人を助ける人がヒーローなら、ジン君は人じゃなかったのかな。ヒーローがジン君を殺したのなら、私のことも殺すんでしょう。現在目標は生都市をおよそ100キロで直進中。瓦礫が飛び散って奴の通体以上に被害規模がでかい。このまま我々がヴィランも直進し続けてくるならば、被害はすでに未曾有の領域に達している。我々への罰をこれ以上葬らせるな。これを便利と感じる文化レベルを走る。我々が今こうしていられるのも結果論でしかない。それが人に物を頼む態度か。ちゃダメだよ、オリちゃん危ないって。もやもやしたままじゃ気持ち悪いので。おい、余計なもん見てねえで早く焼き殺すぞ。俺たちはたまたま寄せ集まっただけのはぐれもんだが、ボスはおそらく俺たちが集まることを望んでる。勝手するのは俺たちの本領。よかったの、行かせちゃって。デサママスくんも好き、おちゃこちゃんも好き。ヴィランに対して直角に逃げてください。屋内にまだ人が残っている、手分けして救出しろ。フロッピー、ありがとう、助かったわ。助け
くれたから。大丈夫です。久しぶりだ、お茶子ちゃん。待って、いつもボロボロになってるイズクくんがかっこよくて大好き。声がチコッチから聞こえてくる。シンくんみたいに殺すの、私殺されるの。そんなこと聞くために現れたの？そんなことのために殺したの？私は今もう多くの人を助けたいの。今すぐあなたを捕まえ。